はい、2021年5月4日英語物語大成イベントブラジルということで、ブラジリアン柔術、柔術をかけたんだよね。そういうことなんですよね。後から気づいた。全然わからんかった。なんか柔術したのか違うよね。柔道の方のあれだよね。ということで、左のような感じの成績で折り返しまして、現在が右のようなデッキでございますということで、ずっと一貫してきました。ということで、現在が29-20。あんたじゃない、なんか切断やろうって噂の。違うの、なんかあんた大丈夫、本当にこれいいの、なんか動画出して証拠残るよ、大丈夫。ということで差し引きますと13-11。マジか、10。そうだね、そうだね。これスクショ大丈夫、これなんか本当あれじゃ、なんか画像加工しとんじゃない、あんた大丈夫これ。ということで、こう右のような感じなんですけど、まあそうだね、長くなるもんね、いつもあんたの動きね。やりながら行きますか、とりあえずね。とりあえず行きましょうか。ということで、ドン。ブラジルユルというか、いつも私新大陸のユルって大体使う傾向あるんですよ。その弱かろうが強かろうが微妙だろうが、今回はまあ悪くないかなっていうのが、これパイセンがおるもんで、パイセンとリスボンで1ターン耐えたら一応3番手からは発動できるんですよ。火がね、地味になんか抜け道じゃないけど、本来なら水風かを使ってあいつらいますが、みかんとか、それから芋煮とかね、ビッセルあたりのサポートを受けたいっていう狙いになると思うんですけど、火だとね、意外にそこをね、抜け道じゃないけど抜けてき、さらにね、ゴーダイがいないっていうのは結構嫌だな、あの人。あい、大っきゃあれ生きてくれ。これかくそったれあれ嫌いだわ。いや、番号じゃなくてあれなんですよ、これ色がね難しいんですよ本当に。下の、そうだな、結構確定取れんやつ多いんですよねこれね。多いんですよ、多いんですよこれ。あの計算じゃないけどさ、リスボンで打てるやつ打てないやつ結構調べた。後方アッシュが風に変えてもきつくて、それからあいつメルコ先生も風に変えてもダメだったね。そこの何、確定ライン、不確定ライン、曖昧ライン、完全確定っていうのを頭に叩き込まんとね、慣れてない本当に。それでそれでということで、あ、風おらんか、あれ変えちゃあかんじゃないか、火。あ、火はいいか。あ、そうか、水か、水か。あ、そうか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 、そう、あんたか、そう、スキルも覚えなかんや、あんたちゃんと。で、この3番手からね、この雑魚臭、雑魚臭って言いますけど、まあ、あれ、3番目はギャグで入れたんですけどね。パイセンがおらんかったら、火の30パーかからんで、まあまあ、使えるかなと思ったんですよ。とね、だいたいね、イベ補正込みで7、8戦は耐えれる計算になる。うん。なんすよ、なんすよ。なんだけど、なんだけど、風止まるな。なんだけど、なんだけど、そのパイセンがかかる方でそんなに耐えるってわけじゃないですよね。今2日目だからそんなにパイセンが溢れてくる展開じゃないでいいけど、これが溢れてくると、まあ多分もうあれだろうね、4番手には入れないんですよねこいつ。7ターンコーパスかなんかだったらね、せっかくだで入れたんですけど。もうまずあれだよね、本来ならあれだよね、ビッセルとかのサポートを絶対受けたいってことですね。こんな感じで、ね、水か風だよね、みかんかね、どっちかを受けたい、できれば水かで使っていきたいってことなんですよね。だけどこれ結構そっちの両方対策される、アスカ先生もいますが、で京子先生もいますが、あれがね、今の耐久力だと4番手じゃダメなんですよ。でこいつ意外に火力出すんですよ、実は出すんですよこれ、出すんですよ、出すんですよこれ。全体でいいんですけど、で意外にね、さっきも言った通り5台扱って今回はね、抜け道があるんですよ結構。遅延は別にいいんですよこれは。いや本当は食らわん方がいいけど、まあ業種で言ってるけど、意外にあれなんですよ、出すな耐久な。さてさてということで、これ誰が一番体力あるんだ、計画か。いや、チャートは分かるけど、誰行った方がいいかな、こっち行った方がいいかな。あっちは打てるもんな。これも最後で結局水にしたんですよ。本当だったら水風の蘇生か、あの名前出てこん、誰だった、
誰だったあいつ誰だった誰たくさんはいいけど、これ火力的にどこ行けるんだ。私ダメだろ、これ1800じゃ火力足りんだろう。コックスが行った方がいいんだよな、あれ火力的に。小林先生1800ぐらいだよね、確か。胃腸はいけたか。 Thanks。 ということで、本来は最後風邪を混ぜたかったんですよ。あいついますが、あの米くらい取れるやつ、名前何だった、カナパラ、カナパラ Thanks だったんですけど、あれやっちゃうと京子先生の何風邪ガード食らっちゃうんですよ。それがあかんかなと思ってやめたんですよ。いや、食らったんですよ。食らったから言ったんですよ。だったからやめたとか。というか、これちょっと待ってくださいよ。まだやりますけど、やりますけど。これが何、要は3ターンでニャスパス。ニャスパス。ニャスパス覚えとくか。このザコ州は、ザコ湾。って言っても、まあまああれですよ。イベ補正込みで考えると、確か8000ぐらい受けれるかな。あの、属性無視して。ただ、いかんせん。こいつがおるもんで、これが30分かかると、まあ効力はないですよね。まあ、半分お遊びですけどね。本当ならここなりに耐える前提で行くなら、コストまだ余っとうし、みかんとか、それから芋煮とか、全体攻撃かけるやつ入れた方が賢いでしょうね。絶対思う。まあだけど、それ向こうで使っとるし、せっかくならリベール使いたいんですけど、これがね、地味に悪くないと思うんですよね。まあ本日限定ですよ。4ターンだけど、要はこの2人が耐える前提、2人で1ターン耐えたら、発動できますが、ザコ1とザコ2が。ごめんね、お前ね、結構役立つのにね、昨日いろいろね、ザコザコね、クソガキとか言ってね、意外にあれなんですよ。4ターンは遅いんですよ。ただこの位置で発動できるんだったら、まあそうだな、どのスキルだって1ターン前で発動できれば効果あるわな。だからもうあれだよね、完全今回のイベール限定でしょうね、って思う。火がだから意外にあれなんですよね、抜け道あるかなと思ったんですよね。火の全体かけるのって確かないですもんね、あの、みかんタイプ、ビッセルタイプ、芋煮タイプか。がないですもんね。まあそれ適当に行きましょうと、ドンって思ったんですよ。使ってみて思った、これ計算してやったわけじゃないですよ。とりあえずイベール並べてどんな風になるか、いつも大体私やるんですよ。で向こうは逆にイベールなし、パイセンだけ入れてって、まあ、今日は完全あれですよね、パイセン接待イベントなので、これインチキだわ本当に。だって体力5900、まあ約6000と計算しやすいからめんどくさいとしますけど、これイベ補正込みだとざくっと9000だもんね。水が入っとるからって9000だって、これこいつ打てるやつで初手で言うと、あの風の熊の短歌、それから達也か、ダイナソー達也の方か、そんなあたりなのでしか打てんもんな。でこれ打つためにそんな重いの入れるんだったら、だったらパイセン入れた方がいいってなるもんで、でパイセン入れても結局パイセン打てんしで、パイセン言っとるけど、ほんとにあの接待すぎる、完全に捨て見た時に、まあそうですよね、大体ね。6、4で HP の方いっとる。要は体力の方いっとるから。大体そういうやつあれだね。イベ補正かかるとめんどくさい存在になりますもん。めんどくさいね。誰行く、朝ちゃん誰行く、できれば。そっち行くか、俺打てんな。そっち行くか。できればあれだな、左行っとしかったけど。私はね、打てるんで、アテナ打てるんですよ。あの、風に変えると。だけどリスボンは打てんのですよ、うん、この展開になるんですよ。まあ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 ということで、コンバーセーショナル、コンベンショナル、コントロバーシャル、コンテンポラリー、これも嫌いなやつなんですよね、ほんとね。最近ちょっとなんか頭に入ってきたかなって。音がないといかん、これ文脈だけでポコンって並べられると、今みたいに音出してくれるとなんとかあれだね。一番歌なかないやつなのな、ニュー先生があっち行ったで。さあ、あれで打てるんか、風になった時って。面白いって言われてもリスプ面白いですよね。その相手がたげった時にわざとさ、色を変えたり変えんかったりっていうゲートができるかっていうのを思ったんですよね。これがね。パイセンはでも本当にインチキ存在だと思う。これからめんどくさいと思うに、この火の 30% はめんどくさいに、本当にイベ補正が剥がれても。イベ補正が剥がれたらもういいですけどね。田島とかにもう一発ですっごい持ってかれるから。それでも 30% はやっぱでかいよ、これは。で、ここもあれだもんね、抜けていけるもんね。水か、水だな。これなんでこんな意味になるの？なんでこんな意味になるの、これ。半語でしょ。どれもなんかあれだよね、遠いよな。後で見よう。 100% 蘇生はこれでかいな。100% か、100% だよな、これでかいよな、これ。
まあ一応タゲっとくけど、ここはもらったね、完全に。パイセンが本当にインチキだもん、これマジで。本当ならあれなんですよね、あのザコ1ザコ1って相手言いますけど、ニアスパスだったかとブラジリアンか、火だもんな。どっち先に押しとる、どっち先に押しとる。向こうはあれか、チエンダでよかったか、ちゃんとあんなチエン見とかなあかんぞ。二人も押さんでよかったね、あなたね。あなた二人も押さんでよかったじゃん。全然そこに目がいってないじゃん、あなた。ダメじゃん、ダメじゃん、あなた。ダメじゃん、ダメじゃん、あなた。これで撃てるんか。イベ補正入って、あいつがあれだな、お風呂屋さんがあれだもんな。あなたダメじゃん、めっちゃミスばっかしとるか。あかんのじゃないの、ちょっと。ちょっとあかんのじゃないの。ここがね、本当にね、風混じりのカナパラ使いたいんですが、というか最初使ってたんですよ。食らうもんで、ね、なんかあれかなーって。だって今回の対策するとこで実は結構さ、低コストの割にさ、ヴィッセルとそれからミカンと全体攻撃がボコ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 溢れて、結構火力環境でなんともならないやつが出てきたの。なんか面白いことやるんだな。そうかそうか、そういうか、そうか、そういう手もあるんだ。あそこに使ったんだ。そら耐えるわ、そら耐えるわ、 Thanks。 そうだな、そら耐えるわ。あなたが悪いね。だけどね、あのスキルミスだね、完全に。あなたのね、分かってないもんね。 Thanks。 いや、あなた悪いよ、完全にあなたはスキルミスだよ。あ、そうか、最後に入れてもいいんだな、あれ。なるほどなるほど。とこれこれこれ、うわ、3の9だもんね。なんでこれ一般で、何特にって特定しとるってこと。なんか意味遠くね、これ。通常とかでしょう。美しくとか押しそうになったんだけど、これ。でもこれあんたあれなんだね、迷ってなんとか一問なんだね、間違いは。食用で言っとんだろうね、多分。クイックリー違う、イージー、ちょっとあれだよな。私今ビューティー言った、美しくって言ったけど、あーって言ってしゃーないでって押しとんかな。これなんかあれだな、意味遠いわ。答え見ても意味遠いわ、これは。自分の中でね。ということで、もうちょい行きましょうということで。意外になんか全体のあれだね、みかんとかそこら辺のなんか合戦ならんで、まあ、とりあえず行きましょう、ドン。そうするとあれだもんね、アスカとか京子先生とかの対策だもんね、どうしてもね。これあれなんかな、ブラジル接待だもんで、ね、あんま避けられてるってことかな、みんな多分。そういうことかな、これ。通常の大体なんていうの、部屋のなんだろう、夜の時間帯の人数の兼ね合いというのは私相場的に分かってないだかんすけど、そういうことかな。でもそうだよな、完全にこれパイセンないときついもんね。リオクはまあ別にいいわ、今日に関してはリオクは別にいいと。あのコスト38、あの性能の割には重い。でもさっきの使い方うまいね。まあ私普通にリバンティに入れて一回幅キを見たことあったかな、確か。これが打てんのだよな。打てんけど行くしかねえもんな。行くしかねえもんな。なあ、行くし、あれ、なんか今音切れたぞ。また始まったか。行ってんけど行くしかないんだよね、これがね。打てんのですよ、これは。ダンスよ、2発、3発ぐらいしとるもんな。あれ、たまらんな。ヒッターが行くでいいな。ヒッターが行くでいいな。これ、洞窟でいいの？これ、本当に。ヒッターがあれでいけるだろう、多分。いや、私、ヒッターが落とせるかなと思って、パイセンやめたんですよ。一番手じゃなかったらあれだね。エトナさん行きたかったね。絶対にね。一番手が残っとるもんだって言ったけど。パイセン初手がでもまああれだろうな。今日で何、火を止めたいっていう展開にはあんまりだもんね。そこはね。お、珍しいな。使えんかったな。これで座れるから、これちょっと手止めとこう。
まだそう、タゲランっていうか回答送らしとこう。あれだもんね、お風呂屋さんがおるもんね。お風呂屋さん先に押しと、先にっていうか先に発動させるような人でしょ、絶対。私ら二人おるもんね。って思うんですけど。違ったな。お風呂屋さん後だったな。違っとったね、あれね。違ってたな。これでパレンケの2発がかかるでいいか。全体かかるで。みかん先生かかるで。ここはなんとか抜けたってところか。私、おさんでもあれだったかな。あ、でも田島おるであれだな。ん？どうした？なんか嫌な予感だな。あ、よかったよかった。よかったよかった。なんか、ちょっとなんかああいう風になってなんかビクビクするな。ビクビクするわ、なんか。あれって。あの、あれだよね。再三言っとるより、その負けるとかさ、そこら辺あれだよね。途中までその、やっといて、チケットなり参加権利がいただけっていうの。もうケチだな。そこだよな。それなんですよね。ほんでミカもう一発かかっとるもんね。もうあれだよね。これは、あのあれ、千葉の色違い。でも別にあれだろうな。二人かかったで問題ないもんね。実は低コストって言えばいいか、120ぐらいで。中コストって言えばいい。火力環境っていうかあれだもんな。全体攻撃がかかっても、この辺はほんとボコボコとして守りきらんもんね。ハバキが出てきた時も確かそうだった、あれ。で、あのあれだね。あの水蘇生もそうだね。ここら辺の使い方だよね。だから水風を入れたいですね。あ、音また始まりやがった。また始まりやがった。いつもあれだね。英語物語の邪魔してくるな。このパソコンは。地味にっていうとこだね、ここはね。あ、本当にこれ防御守れんすよね。そう、さっきハバキのこと言いました。あれももちろん何、私のパイセンが何、30パーかかったのもあるけど、全体攻撃とか合わせてあっさりポコンって抜いていっちゃったの。あ、これ守れんで、逆に水風とかの全体で押し切った方が、まあ、さっきみたいなあのやられたとありますけど、かかっとるね、あの人で、リーダー。まああれだな。シャンプーあれだな。インクもあれだもんな。ソース飲むのかっていう話だもんな。みかん3兄弟だな。3姉妹って言った方がいいか。竹島にかかっとるな、これは。本当は水風どうかって思うんですよね、あそこで。あの全体がかかるから。あの、それを食らうよりは、って思ったんですよ。やられた時、食らった時なんですよ。なんで思ったんですよ。私が蘇生した方がいいよね、当然ね。火力的に言うとこっち打った方がいいね。なんとか、でも全体かかっとるであれでしょ、これ。どう？そうだね。恐ろしいな、この火力、ほんとに。すべて投げ落とすもんね。飛べれんよな、これな。かかっとる限りは。で、色が全部分かれとるもんでさ、なんともならんもんね。あんた迷ったんだろ、ちょっと黙ったろ、ちょっと黙ったろ、今。考えたろ。あれじゃないよ、あれじゃないよ、あれじゃないよ、消去法で消してたろ。消去法で消していくもあれだな、頭の頭痛が痛いと一緒だな、言葉が鈍かぶりだもんな。さてと、どっちがあれだろうな、まあ、蘇生の部があるわな、これはな。受け切らんだよな、ほんとね。これをもう、今日に関しては。守るのが難しいよね。あ、耐えた。お前あれだな。守るのが難しいよね。全然計算できてないじゃん、あなた。耐えた。リズムでもダメなんかな。強調しとんでしょ。お前もういいよ、本当に。センクスということで。ほっとでもこれ火力合戦とかあれだね。逆にここ、ハバキとか60歳って入れん方がいいぞ、なんか。パイセンがおるのもあるし、センクス、あんだけ何、全体攻撃ボコボコやられたさ。だってそうだもんね、あの、千葉の色違い。あれでもね、かけても受け切れやんもんね。
全属性あるもんで、ね、色を何固定してそこをターゲットに絞ってさ対策していくとか難しいですもんね。どうします、ボイス性って言っとくか。33、そうだね、まあとりあえず言っておきましょうか。まああれだろ、ここでちょっとやって対戦数稼ごうとしたろ、4日あるでなんとか楽なんですよね、目処がつくよねって思ったんですよね。明日が3日目か4日目、20、20、20ぐらいでいきゃ、20やってないじゃん今日、33じゃん、少ないじゃん、全然ノルマ達成してないじゃん、明日やらなかんよ。まあ今日手抜いたろ、手抜いたのはお前、どっかで頑張らなかんもん。微妙な火力だなこれは、あいつがいけんもんな。ホスターはいいけど、誰かのはあいつ行ってくれんのかな、あれ行ったか、じゃあこっち行っとくわ。よかった、いやあれキノコいけんもんでさ、誰かと思ったんですけど、キノコなんとかで、キノコが残ったけど、これは色変えん方がいいもんな、一応な。キノコあっち行っとるか。あんた迷ったんだろう、なんか考えたんだろう、他が違うで、まあそうじゃねえかなって妥協案で言ったんだろう。黙るときいつもそうだもんな、色絞りが。でもこれほんと難しいもんね、ここでパイセンおらんかったら実際デッキが悩むね、これね、パイセン頼みだもんね完全ね。さて、これさ、わずかとかどっちでもいいよね、ユーザーでも1でもダメなんかな、あのあれでしょう、お風呂屋さんがおるからでしょう、まあ、風でもあれだろうな、パレンケに対しても分が悪くないし、お風呂屋さんがめんどくさいもんね一番ね。まあもう一発打てるか、ラッキー拾ったな。まあ一応私が打ちゃいいはいいけど、そうだね、どっちの判断なんだろう。まああれがおるからな、通常ならどっちにしろもうここはあれだもんな、リオコもかかってるし、私は打たれる番だろうな、あの風になろうが火になろうが、火ならちょっとあれか、吸うところあるか、3発吸ったか、3発耐えたというか引きつけたか。リオコはこれでおって、さてさてということで、全体がかかってるのこっちあれだよ、絶対かかっとらんとこ、これ辛いな、ここは誰までだな、火力上げれんな、誰までだね、耐えるっていう読みしたんかな、そういうことかな。今日はもうほんとあれだね、これ守りきらんね、やっぱね、なあこれ守りきらんぞこれは。これはあれだね、田島の親父砲が吹っ飛んでいくね、完全に完全にやっていくねこれ、ほんとここであれだね、勝負だよね、蘇生も飛べてあれか、全員あれか、蛇もあれか、あ違うな、ニーダであれだな、でかいだこれはな、止めきらんなほんとこれ。でも最後どっかであれだね、風と水の要は全体攻撃のバカし合いじゃないけどさ、それの繰り返ししててもどっかで打っちゃうとかひっくり返すターンが欲しいよね。蘇生だけじゃあれだの、結局誰か一人蘇生させたって全員疲れるわけじゃないから、コマが揃っちゃいますもんね、うん、ね、全体かかっとるでまあいいけど、一応体力、まあみんなあれだな、一緒だな、そんなにコックスは体力多くないし、一応はまあやっとくわ、とりあえずあのあれでしょう、ピオで蘇生させたいってことやで、だからその狙いだよね、ずらしたかったんじゃないの。Used to join words or group of words between then ago and。あ、そういうことか。そういうことかこれ。何を言おうとしたのかなと思って。いや、きょとんとなった。And。 いや、なったなったこれ。何を言おうとしたのかなと思って。
最後の逃げ道がだからこれ難しいよな。蘇生だけじゃあれし、体力でもあれだもんね。全体声かけられたらなんともならんから。これかといって何、どっか特定の例えばリーダーだけのなんかかばうとかありますが、それからパンドラとかあの手でも色を固定できるわけじゃないで、難しいのは狙い撃ちっていうのが。あ、逃げにくいよね最後なかなか。あ、遅延で行っちゃうとかっていう手もあるかも、強引にね。私は蘇生にしたんですけど、いやコスト的に足らんで入れれんですけど、そこなんですよね。これがね、全属性でも本当難しいよね完全ね。いつもあなたあれだもんね、全属性悪いもんね。全属性はじゃなくて全属性もだよね。全属性だけ悪いわけじゃないもんね、他もあれだもんね、悪いもんね。難しいぞ本当にこれ。なんだあれだな、マイクのバッテリーを入れてきたなこれ。まあこれもそうだよな、もう個人じゃ個人だけどな、なんかあれだ、意味合いがなんか遠いんだよな私の中で。まあ、あなたはもうダメなに、こういう反義語同義語はテックスということで、なかなかあれだね、もつれるというか蹴りがつかんというか、決め手がなかなかあれだね、かけるとかセンクス。まあでもこれぶっちゃけるとさ、あのあいつパイセンの数が一番あれだと思う、素直にあれが大きいと思うわ、あの数があれが大きいもん。あそこら辺でやっぱ差がつくと だもんね。私もあんななんか変な生意気のデッキ組めるんですよ、こんな感じで前倒して。だって前に耐えるやつおらんかったらこんな風に組めんすもん。これ別に使わんでもいいですからね、無理には使わんでもいいですよ。ということで、まあね、バッテリーの方も切れかけてきましたね、あのマイクの方でございますということで、またね、例によってアカウントの方変えてきますということで、はい、ということで、チェンジ。はい、ということで、例によってアカウントの方変えてきまして、こちらの方は左のような感じで折り返しまして、デッキは右の通りでございます。こちらも一貫して、デッキはやっておりまして、現在は、29の18。なんか全然変わってないじゃないの、これ。差し引きますと、12の、6? めっちゃ悪いんじゃない？何これ？ちょっと待った。そうだね。12の6だね。何やったのあんた。パイセン使ったそのざまか。こっちはね、向こうとね、まあまあ、とりあえずやりながら行きましょうか。ということで、ドン。せっかくなんでね、違う風にして、なるべくイベユルを使わない、まあ、パイセンだけにしてっていう風にしたんですけど、構成的にはね、やっぱあれだよね、真ん中の方にみかんとか芋煮とか全体攻撃かけるんですよね。で、最後もやっぱカナパラじゃなくて、水の蘇生にしたのが、風にして、京子先生食らいたくないという、ただそんだけの理由ですね。そんで、芋煮とみかんの順番をああいう風にしたんですよ。水で繋げるから、芋煮だと。あんたあれだね。びっくりした成績だね。パイセン使ってそのざまか。たまらんな。さて。一応ずらしとくわ。流れ玉当てるとかんで。初手はでもほっとあれがめんどくさい、あいつが。パイセンがほっとくそめんどくさいわ、あれマジで。補正かかってどうでしょうか。さて、これでヒッタかかってなんとかならんすか。私生き残り補正かかって、生き残り補正はちょっとちゃんとあんたあれだね、数字覚えなかんね。なんとかならんすかって言っとってかんないよね。いや確信持っていかなかんだよね、打てるのか打てんのか曖昧なのかね。その3択のところを自分の中ではね、決断つけなかんだね。ほんと計算もなかなかあれだもんな。ほんと一回一回覚えてかんとさ。6300余裕じゃん。それをちゃんとあなた覚えなさいよということで。それで、まあ、これはとりあえず言っとくわ。これハマるやつだね。お前あれだろ。ハブ押しそうになったろ。ハブやろうそうになったろ。ちゃんと見なかんぞこれ。結構ハマっとるはずだよ。見事にあれだな、馬潰されるな。輝いとんねメテオラさん。風変化はでも大事だよねあれ。ほんとね、その3番手4番手でもあれだよね、みかんとか被るとき大事だなあれ。あれ思うわほんとに。さてさてさて、家庭教師はいいけど、まあ一応言っとくわ。
火力的にこれ足らんよな多分。こういう、あそうか、こういう場合風に変えたらダメだな。あのあれだもんね、ウーマンも確かあれだね、遅延されるよね。私一回やったもん確か。どんな風になるかなと、あ遅延されてまったと思って、アホなことやったなと思って。そうだ、何もかかってないとやっぱ打てんわな。なるわな、なるわな。体力次多いのどれだ。誰が多い、こっちとか。あれはもう体力ないでいいだろ、ウーマンは。変化のバカ試合だね本当に。ねえこれ色変でもそうだよね、うまく使えば本当に何2つの顔ができますもんね。初手の私のリスボンでもそうだけど、あれも本当にうまくいけばなんとかあれだもんね、使えますもんね。風が一応あれか、1人かかってますと、なんとか漢字難しいね。一応水なんでここ打っといて、あれでしょう、蘇生させたいってことでしょう。そこも狙うだろうねこれ。この場合だとあれか、水の方が向こうあれか、風がいいか、風の方が分が悪いよな。だよな、そっちの方があれだよな、こっち火が二人おるし、あいつにエヴァンジェに対して分が悪くなるのちょっと嫌だけど、なんとかなるだろうなってことだろうな。どっちでも蘇生できたかね、相手に関しては。今のフォックスもおったし、ハンコも地味にでかいねこれね。これ本当に勝ちに行くならやっぱこんな感じでさ、こんな感じで勝ちに行ったらあれだろうね、勝率5割だもんね。全然勝ちに行ってないじゃん、負けに行っとるじゃんかなと思うんですけどね。初手と2番手でパイセン絡めてなんとか1ターン耐えて、でみかんを早めに出す、で全体攻撃風にかけるっていうのかな、あのコンボで芋煮もかけてっていうところ、水とかけて。自分はもうあれだよね、食らってもいいかなと思う。あの相手の防御系じゃないけど受ける、ゴーダイは少ないんですよね、本当に出てくるのがね。どっちかじゃない、ビッセルか、それからみかんか、芋煮か。って思ったんですよ。コスト的に言うとあれだよね、みかんの方が使いやすいよね。まあ、セルフ全体じゃないけど、ビッセルを前で水変えてっていう人もいますので、ね。だからあれだよね、カナパラでも使いやすいんですよね、両方受けれるから。って思ったんですよ。だから芋煮とか、みかんとかでもどっちかを受けれるから、水か風でありたいって思ったんですけど、食らうんすよね。水の止めるのはあんまりだけど、風の止めるのは結構食らったかな。そんなで風がちょっとなんかねって思ったんですよ。 Thanks。 これだけであれだもんな、パイセンパワーなんだ完全に。あなたじゃないもんね、それは分かったんですよ。って言ってもあれだもんな、あんた5割で生きとったらパイセンパワーじゃないが、 Thanks。私最初ね、やろうと思った時ね、こっちのデッキの方がね、結構いけると思ったんですよ。向こうのがね、あの、ザコ二人の方がね、あんまりできんと思ったんですけどね。あっちの方が良かったんだな。こっちがでもあれか、パイセン一つ違うで。って言ったって、体力300か。あ、でもイベ補正入ると 1.5 だで500ぐらい違う。その500が大きいってことないよな。まあ、とりあえず行きましょう。いけると思ったんだけどね、こっち結構、デッキ的に。まあ、そんなもんだな、これはな。これって本当そうですよね。何実際にさ、やる前とかさ、これ結構いけるんじゃねえと思ってもさ、やってみるとさ、あれって言うんですよ。だもんね。まああんたそうだね。だからあれなんだろうね。あの、いつまで経っても上手にならんだろうね。まあ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 、そういうのは言わないということで。パイセン使っとるのにちょっとあかんよね。完全接待イベントだもんな。初手だってリスボン入れとんだもんな。いかにあなたの使い方が下手かってことな。その割になんか向こうあれだし、ようわからん結果になっとるもんね。誰が誰行きますか。んー、じゃあこっちとこは。これがさ、問題とかよりさ、その色変えるか変えんか、どこ行くかの相手、その味方の兼ね合いとかさ、そっちのが悩む。いかんな、いちいちか、それがのが悩むな、これ完全に。なんすよね。これもうスペルにさせやがって、本当に一文字違うだけであれだもんな、じーっと眺めちゃうもんな。意味合いの問題じゃないもんな、これはな、完全に。どんなもんだろう、これヒルズのダメージ見たいな、食らった時の。あ、でもあれがおったか、ニュー先生があれか、かばってくれるか。あれでかかったね、あれのダメージ見たかったな。これ風に変えるだろう、多分。多分な。 In that, so that, in order that, such that.
だったよね確かこれ。タゲ的に言うとあれだもんな、私タゲらんかったらあかんけど、ターバンタゲった方があれだろうな。まあ抜けると思うんですけどね、もちろんあれをウーマンをかかってないとあれだな、ヒッターと私だけじゃあれだろうな、火力的に出せるとこそうだもんな、生き延び補正入っても水が入るもあれかだよな。なんとかまああれか、打てるは打てたところで、これビッセルダブルパンチだねこれは。一人ずつでいいだろうね一応ね、どっちか片っぽでも多分いけると思うんですけどね、ビッセル一人だけだとか。一応かけとかんとな、何があるとな。さあ京子先生がめんどくさいんだよな、あれなんですよ、あれがかんなんですよ、そんなもんで風を避けたいんですよねって思ったんですよ。いやあれでも体力多いやつおったらあかんよ、あれ際どいよ。ちょっと5000円ぐらいのやつとか1人2体とかおると結構きついですよ多分。まあかけとくか一応。それを悩んだんですよ、どっちでいけるかなどうかなと思って。ここもそうなんだよね、飛鳥先生出てくるもんね、飛鳥先生京子先生ってあのあれだね、あれのつながりだよね、あいつあいつパプアさんとバターリャのつなげで使う展開だよね、両方だから防ぐって言われて、みんなシャボテンだな3シャボテンだな。三シャボテン、これもそうなんですよ、風を避けたいって意味合いなんですよ、京子先生のかかるの。まあ飛鳥先生でできたら諦めるっていう感じで、それ無視して押し切っちゃった方とかあるけど、ただ飛鳥先生は結構めんどくさいな、かかるのかな。京子先生もめんどくさいんですけど、すごい並びだね、小林先生真ん中に置いて、フチあれか、絡んどるんか。火力はあれなんだけど、もうあれだな、全員鈍かぶりだもんな、蘇生がここあれだな、全員かぶっちゃうとこだな。そうだもんな、エヴァンジェでもあれだもんな、止めれんもんね、サンクス。だからあれだろうね、ビヨンか、全属性ですか、あれ使った方が結構ありかなと思う、センクス。要は何、京子先生とかあの辺り全部食らっちゃうけど、あれだと逆に全部かけれますがね、だからもう押し切っちゃうと。だって今日の見とると、さっきでも見た通りもう展開的に守れんすがね、だから行っちゃった方が早いっていうの、火力とか体力でっていうとこじゃないんだね、火力で行っちゃった方がとかありますよね。二属性って言いながら、あんたあれだもんね、水で逃げとるもんね。まあとりあえず行きましょうと、かなと思ったんですけどね。あとはあれだね、書店のそのタゲとかの細かいとこだよね、パイセンを打てるとこで行かなかんけど、あれが火だと際どいんだよね、確定取れん瞬間あるんですよね確か、パイセン相手に。さっき調べてみたんですよ、どんなもんかなと思って、パイセン打つのはどれぐらい何持ってきあるかなと思って。かといってあれだもんね、そんなとこでウニウニとか使えんしね、そこなんですよね。さあ初手使うのは私やっぱあれだな、練習を兼ねてリスボンを初手に入れとるってのありますからね、どういう風に自分で使って、あれをね、あれがそこら辺が何に慣れてさ、うまくさ、あんた今あれだもんね、しどろもどろしとるもんね。問題の前にまずあれだもんね、みんながどこ行って、私どこ行って何色にしようって、まずそこだもんね、それからやっとあれだもんね、問題だもんね。そこなんですよね。それが瞬時じゃないけど、ある程度でいけるとね、で、うまく相手をなんか引きつけられたりしてさ、あ、でもそれは新方がいいだろうな。例えば私がさ、リスボンで城をタゲしてさ、実は色変えんくて、アテナを呼びつけるとか。まあでもそれしても別にあれだろうな。打った方がいいだろうな。だったらあれだろうな、それやるんだったら結局初手に体力高いのを置くっていう発想と一緒だもんね。打った方がまあいいだろうな、色変えてでも。ただ使いに、なんか思ったわ。まあとりあえず行きましょう。通信障害のあれも確かにあれだね、少しやっぱあるはあったねこれね。あなたあれだもんな、
負けはいいもんね。さっきも言った通りにチケットが欲しいだけだ。チケットというかそのエントリー数をカットして欲しくないとか、だからね、だよな、置くよな、書店に置かれたらめんどくさいわな。3あれか、3パイセン。皆さんどこ行きますか。うん、じゃあこっち行っとこう。ん？ちょっと待った。ちょっと待った。際どくいけんかったね。一段生き残ってないもんな。だんだんあれだな、これが増えてくるとあれだろうね、環境的に変わってくるだろうね。今だと一応あれだもんね、パイセン持っとるか持ってないかが優位性のあるかないかとこになっとるけど、風変がでもやっぱ多いなこれな。パイセンただあれだもんな、これ今のイベ補正あると風に書いてもなかなかあれだもん、叩くの難しいもんね。新潟が微妙にというか、私が間違えんかったらっていうところなんだね。ここがね、そこがあれなんですよね。まあいけんと思うけどね。ただまんまんの一応あれだね、かか風にかかっとるとこ、これをなんとか生かしたいところだね、次へね。全体攻撃がかかると今回に関してあれだね、完全オーバーキルのとこありますけどね、素直にね。これで蘇生はさしたけど、もう一回水を蘇生させたいってことか。こっちは水だれもらんけど、まあいいわ、使っとくわ、倒れるだろう。使っとくわ。なかなかこの辺の色の金難しいところなんですけどね。どっちを、あなたが間違えんかったらいいだけの話なんだけど。火力環境だし、あなたあれだな、これでお風呂屋さんはただ火力割れだもんな、そこだな。そこだな。で相手もあれか、火がいないか。風と水がでもやっぱあれだな、溢れるだろうな、あの全体のサポートを増やすいから。でそこを京子先生とか飛鳥先生とかあの辺りで防ぎたいっていう狙いなので、バッタリアで水、これでかいね、ここがでかいな、これでかいな、素直にここはでかいぞ、素直に。ただやっぱあれだな、風の方がみかんの方が全体攻撃がかけやすいね、使ってきやすいんだろうな、やっぱな。バッタリアでかいねこれね。それでもあれか、なんとかスズメを残したってところか。やっぱ出てくそうな感じになるわな、これだ。なるわな。俺使った方がいいだろ、多分。きついとこだね、これなかなか。回復的には一応あれじゃないか、私の方があれじゃないか、確か。小林先生が少ないもんね。まあ、どっちかの選択になるだろうな。風は逃げたいっていう狙いだったんですよ、完全に。あれが 100% 蘇生めんどくせえな。ねえ。これで蘇生させてったことか。ぴったりは残っとるけど、あの火力はどうやって抜けていけるかってことだな。みんなで行こうぜ、だったらそっちの方がいいわ。幽霊で3の4の4000ちょっとぐらいで、タミちゃんがかかって、これでビヨンがかかって、ビヨンどこ行く、ビヨン全体かかっといていいか、こっち行った方がいいぞ。
To go downwards or to lower level. Defect. Discipline. Div. Deposit. そっちの方が多分あれだろうな。みかんじゃない、ビヨン全体かかっとるで。結構ビヨンだからあれだね、実はキーマンだよね。あの受けれるんだけど、要は全体かかるから、あの受けられるか、受けられる相手に受けられるんだけど、そっちの方があれですかね。これは不思議とあれなんだよね、 L と R は分かるんだよね、あんたね。これはいいんだね。なんかあるんだろう、そういうわからん法則がね。センクスだけど、これあれだな、あなた勝てた試合だったらな、あなたねミスとるもんな。ビヨンにつなぐっていうとこあれだな、結構ありはありだよね。そこあるな、これな。うん、それあるわ。ちょっと待ってくださいね。センクスということ、あちゃんと言わなきゃ、あの間違えましてごめんなさいって言っとかなかんよ。そういうことで。でもあれ731で、あんた全然これあれだわ。ちょっと待ってくださいよ。ちゃんと問題読んだこれ。なんか答えたくないで言っとんでしょ。禁止しちゃダメじゃないの。まあ禁止でも別にあれだけど。まあいいわ。一応こうやって問題ね、やっぱ本番にあれね、魔物が住んでるんで、その言葉が言いたかっただけだろう。ビヨンにつなぐっていう展開あれだな、あの火力で最後抜けちゃうからね。で蘇生もかけれるから、それもありか。ちびって逃げん方がよかったか、水のあれかあって言いながら、あんたあれだもんな、京子先生怖い、京子先生怖いって全然水にしとんだもんな。で飛鳥先生できたらあれだもんな、たまらんもんな。ということでもう一回行きましょうか。そうしたらちょうど向こうと33で会うもんね。というか2日目で33って少ないんじゃないの。あんた4日あるからってなんか横着しとんじゃない。1日15ぐらいで行きゃさ、4日で60でしょ。だったらさ、なんとかなるとか、なんか甘えた考えしとんじゃないの、あんた。ねえ。あんたあれだと多分日数少ない方がいいね。3日とか2日の方がいいね。あの焦ってやるで。あの風邪とかの長い日でもやろうとするでさ。ねえ、多分そっちの方がいいね。ほんで、パイセンにリスボン2名と。あの、たこ焼きの方が怖いんだけどな、あれ。これがっていうところか。Taking into account, considering, nonetheless, moreover, immensely. 変えとこ。こっち来てないでしょ、多分。Considering. ハンコタン来るかなと思ったけど。リスだけだもんな。変えんでもあれだったか。これでどんなもんなんだろう。ちょっと待ってくださいよ。4000ぐらいでしょ。3200か、こっちは3200の生き残り補正入ってなくて、これは分からんな。リスボンどんなもんいけんだ。打てるよな。生き残りが一等であれだな。ちょっとあの計算知りたいな。これで別にあれだもんな、問題ないもんな、ここら辺もな。Since, how, why, because. めっちゃ悩んだな、あなたね。ハウかわいいか、めっちゃ悩んだだろう。めっちゃ意味合いで考えちゃったんだろう、ずっと。久しぶりにペッパー君見たね。パレンキに残されたけど、ここで風がかかるから、どっちをしておきます。私をしよっか。 To make someone known by name, introduce, accept, invent, include. 一応はまあタゲっといて、兼ね合いは悪いんだけどね、相性は悪いんだけどね、完全にね。だから5発打ちはなんとかなるだろう。ほっと守りきらん展開だな、これ完全にな。誰もあれ かあれだな、大あれだ。ちょっと待って、全体でなっとるな、全体なっとるな。蘇生させてもらえるだろう、私確か。あれ何色だった、火だったよね。あれだろう、覚えてないからあれだろう。火か風だったよなって覚えとんだろう。
あの水じゃないから多分使わんでいいよな、どうとなろう。スキルちゃんと覚えろよ。そこで使えばいいもんな。そうだね、やっぱあれだな、風編のあのあれ入れてくるよな。これでかけといて。一応やっといて、全体は一応なんとかかかってあれだもんな。そうだな、もうこれ色であれだね、多少の不利はあれだな、全体攻撃が吹っ飛ばしとるで、ね、だね、ここね、遅延がおるけどっていうところか、どこか。まあ一応あれか、火力高いところは押すは押しとくけど、もうあれだな、色の振りでこれ関係ないだな、ここが今からだね、友倒れ展開だね、友倒れにはならんかったですけど、これでイカトが止めに来る、だけどみかんがかかる、体力的にあれか、もうあれだね、ほっと防ぎきらんね、これでお互いに。なかなか抜けれんもんな。あれか、水と風か。めっちゃ顕著な打ち合いだもんね。ここで、あれか、泰造、泰造じゃねえよ、畑山先生か。あれ、音切れた、音切れた。一応ターゲットくわ。一応ターゲットいて全体がかかるで、どっちみちあれだってことね。私ずっとなんかシャボテン残っとんね。座れるね。京子先生、京子先生、厚子先生だもんな。あれ。最初に押さない方がいいもんね、絶対。今音切れ、いいとこで音切れちゃったね。センス。これはあれだな。この展開はでもあれだね、どう打破するで、あれだね、なんか死闘だな、これ、センクス。死闘だな、これ。そうだね、ありがとうございますということで、これさ、今の展開さ、結構私なり考えたっていうか、あなたあれだもんね、スキルとかさ、そこら辺のところ、あの判断のあれな人だからさ、あれ、例えば今の展開が何分かっとるとして、どこでなんか決定権、いや勝ちに行くためには、いやデッキをさ構成するときにさ、抜けれんよな、あれもう守るの無理だもんね。あのね、うちのチームって勝手に行っちゃうけどさ、あんたリーチじゃないくせに、畑山先生いましたか、ああいうの使ってさ、要は蘇生で逃げるっていうの、そのターンの際、ターンっていうか試合の最後5番手に入れるんじゃなくて、ここら辺の3番手とかいますが、こういうので逃げていくしかないよね、そのターンをずらすっていうの。あ、また音あれだね、もう早い終われってことか。まあもうちょいで終わりますよ、一応試合はこれで33両方並びましたねってことなんですけど、また音あれだな、まあいいや、まあいいや、もとはまあいいや、もう試合終わってますで、完全に前喋るんだ黙れってことは、なんかこれドリフみたいな名前、そこら辺しかあれだよね。だってもう両方さ、こうやって全体攻撃かかったりしてさ、防御とかさ、多少はかかってもさ、一人とかかかってももうね、竹島とかのあたりでもさ、ボッコを抜かれるし、あのあいつ、エヴァンジェとかでもさ、かけて、要は防御引き継いでさ、回復してもさ、そんでも抜かれるシーン多いから、守るよりなんかあれだよな、逃げると蘇生か遅延だよね。狙いにくいよね、全属性だもんで、ね、遅延がピンポイントであれだよね、蘇生でもあれだよね、狙えんよね、折ったらラッキーって感じだよね。だこういうとこのが結構あれだろうね、裏読みだよね。だから水風を使っていくっていうのは大体わかりますが、その最初から言っとる通りに、ビッセルから芋煮から、それからみかんから、まあ大体みんなが使うだろう、特にコスト考えると、ビッセルはちょっと重いとこ考えるとここら辺でしょうね。で、自分で色変えずに、要はセルフ全体攻撃せずにみんなで巻き込むっていうの、まあ2人ぐらいハマったらラッキーぐらいの感じでいくと
みんなあれだよね、色を使ってくるよね、そっちの水や風を多少食らっても。そうするとそこの裏弓として芋煮が火が混じっとるから火蘇生、こういうとこで狙っていくとかっていう判断とかになっていくかな。これだったら一応水の全体攻撃かけてまいるし、そういうとこかね。ここでもそうですよね、一応水の全体攻撃かけてもらえるし、火を蘇生させれる。 0% でも何でもいいんですよね、蘇生させればって思うんですよ。いや逃げるっていうか、さっきの展開で勝ちに行くならだったらこれでも別にそうですよね。これなら一応ね、風のサポートもらえて一応水蘇生させれるから、まあまあまあね、うまくはまるかどうか別ですよっていうとこしか、なんか勝ちに行く決定権じゃないけどさ、ここら辺でもそうですよね。まあ、とうとうあれだね、もう完全にやめるってことだね。 90% だったらあなた 100% だと思ってたね。 90% だね。ここら辺で蘇生させつつっていうとこもあるよね。ただこれだと火だもんね、サポートがもらえんっていうか、もらいにくい、もらえんとまで言わんけど、か火で蘇生させるより他のあれだね。これだとちょっとあれか、捨てが弱すぎるかだな。捨てが弱すぎるよな。どこで決定権を取るかってことだね。京子先生あんまちびらん方が良かったんじゃないのこれ展開。ただそこをさ、本当に何抜けるっていうかさ、うまくいくにはさ、玉コンボでもこれ色が指定できんか難しいですよね。いや何があれかなって、さっきの試合の展開が妙にさ頭に残るわけじゃないですけどさ、もう音切れとるね。ブチ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 なっとるね。あなたの頭と一緒だね。ブチ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 なっとるね。回線もね、あなたの頭のね。ねえ、なんかで受ける。受けるって言ってもあれだもんね。その、ユルの名に、性能設定もうまく考えられてるから、低コストでさ、95% も受けるようなさ、バケモンみたいなやつおらんもんでさ。お風呂屋さんだって悪くはないけど、あれ結局火だから、みんなあんま火使ってこんよね。向こうのあなたみたいなデッキだけだよね、イベイル使いたいからって。あの雑魚軍団2人ちょうどここにおるけど、何が決定権取れるかな。だからメルコ先生で別に悪くないけど、ただ火はおらんもんね。おらんっていうかいない可能性がでかいよね。だからあれだな、カットカットしつつ受けるか。ここら辺でもまあ悪くない、これ悪くないよね。風のサポートもらえるね。で、水 70% はちょっとあれか。70% じゃあれだな。ちょっと弱いな。60% 弱いよな。なんかうまく決定権取れるようなやつがさ、って思うんですよ。この人、火じゃちょっとあれだもんね。もう完全音あれだもんね。ここもそうだもんな。リーダーだもんな。もう音ダメだよ。そうすると蘇生にメイクか。かね。畑山先生とかああいうのが結構あれだったのね。ファインプレイとか助けてもらったとか、そういうとこあるんだろうね。起こしてもらって、あの蘇生を起こすって私言いますけど、だね、こういうとこだよねって思うんですけど、だから難しいよね。なかなか完全に決定権取れるとこはないもんでさ、パイセンの数でリード取ってくったって、これイベント2日目でだんだん日にちた時はみんなの手にパイセンは手に入ってくるわけだから、そうするとね、自分だけの優位性がなくなるからって思うんですよ。かといってこんな重いコストのやつは使えんもんね。まあこれヒダであかんすけど、まあ、お化けもありっちゃありだね。ただ防げんだろうな。サポートはもらえますけど、向こうは一応突いっとるから使えんことはないけど、食らってもいいんだよな。ただ防げんだろうな。だってこれちょっと待ってくださいよ。全体攻撃だって大体みかんが仮に全体攻撃したとして1500でしょう。1500の5の7500でしょう。1人7500仮説としてザタシさして5人打ったらどんなもん来る。3万5000のちょっと待ってくださいよ。3万8500、4万弱ぐらい飛んでくるってことでしょう。お化け2人ぐらいなんて止めれんってことだもんね。1体じゃあれだもんね、カウントされるもんね。同じターンにお化けを2人使うってコスト120か130の展開で、まずはそれは難しいもんね、そんなもんね。で考えるとやっぱ蘇生かな、これは。そこしか逃げ道ないかね。まあもちろんその細かいターゲットとかありますよ。その問題間違えないとかさ、射程をきっちり行くとかっていうところありますけど、かね。抜けれんよな、これ。泥試合だもんね、お互いの打ち合いで。え、何が決定権取れるかな。でもあんな音あれだよ、プチプチ系統で終わりなさいよ。大体いいし、思ったこと喋ったですっきりしたでしょ。男は言ってすっきりだもんな、お前な、本当に。そうやって言われそうだってこと、まあそんな感じで来ましたってことで、音ほんとプチプチだね。まあ、そんな感じで来ましたが、何があれかなと思って、こっちのデッキ使ってみて、向こうそういう風にしてないからあんま思わんかったんですよね。いや、火だもんでサポートもらわないですからね。こっちだと水と
日風かがあるから蘇生のサポートももらったし全体攻撃のサポートももらいやすいからって思ったんですよね。難しいとこだね、なかなかね。完全パイセンだもんね、これね。手数だもんね。そこがあるかどうかだもんね。優位性とっとる今のところが。まあ、そんな感じでございますね。難しいね、やっぱ全属性をね。ここの本当あれだよね、低コストと言いますか、大体120前後ぐらいの、あの全属性が来ますが、ここはある程度なんていうなら、我が物顔でシュ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 っていけるとイベイルなしで。うん。ある程度マスターに近づくだろうね。あのそのスキル判断とかさ、色変化とかさ、あなたの苦手なところはね、もちろん問題も間違いないとかさ、あの答える順番もありますよね。まあ、そんな感じでございますということで、なかなか面白かったね。結構あれだね、あの勉強になった試合でね、まあ、あなた全部あれだもんね、勉強になることばっかだもんね。そうやってずっと一緒に勉強してるんじゃないの、はいということで、分かりましたよって、あれですよ、ずっと勉強しますよということで、はいということで、そんな感じで終わり。